二次会場を着ることは、せーの、ガッガッガッ。自分がたくさん練習してきたことを全力で出して、私らしいステージをして後悔をしないファイナルミッションにしたいです。私のダメな部分だったり足りない部分を毎日補うために練習してここまで成長してきたので、この成長を最後のステージで見せて頑張って、デビューしたいと思います。この1ヶ月間筋トレとか踊り込みとかをすごいたくさんやって、辛い練習をしたからこそ結構チーム内でのチーム力も上がったなって思います。自分がすごいデビューしたいっていう気持ちがやっぱすごい強くあって、今までで一番大きな夢なので、その夢を叶えるために頑張りました。絶対にプリンセスチームとしてデビューしたいなって思います。心は時々サチ負けたく